さあ始まりました、吉本無限大ホールチャンネル。はあ、ということで今回の企画は仲良し芸人無限大ブランチ。はい、どんな企画なんですか。はい、こちらですね、無限大ホールの仲良しメンバー2人がただただご飯を食べる様子をお届けします。楽しそう。やった。はい、ということで、はい、今回は私、そいつどいつ市川刺身がね、はい、その企画呼ばれまして、はい、で、選んだ仲良し芸人が日向さんです。イエーイ、余裕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 ありがとうございます。嬉しすぎ。はい、あのなんかこういう企画がありますよみたいな感じに言われて、で、この中からメンバー選んでくださいって言われて、はい、でなんとなく実現可能な超、はいはいはい、劇場にいる人っていうので、うん、ああなるほどと思って、じゃあもう日向さんで、うん、で第3候補まで選ばなきゃいけなかったんですけど、はいはいはい、先に日向さんにあの直アポ取って直アポ取って、うん、第3候補まであの送りませんでした僕、はい、もう本人がいいって言ってるから、もうひなねべ行こうと思って嬉しいよ。ただ問題が一つありまして、なんだなんだ、日向さんとライブが一緒だったんですけど、それが5時はい、5時に終わってね、で、ただいま時間が、20時半ということで、どっちもあったわ3時間半待ってもらいました。はい、全然大丈夫です。はい、一応、無限大ブランチということですけども、はい、ブランチって言葉ね、なんかなかなか聞きなじみがないんですけど、うん、朝ごはんとモーニングとランチの間ですよね、はい、ブランチってちょっと遅めの、なるほどな、ね、ちょっと遅めのだからブランチってことですね、はい、ブランチなしっかり晩ごはんでやらせてもらう、ディナーですか、ディナー更新される時間がブランチタイムってことですか。ブランチタイムに更新してる、夜更新してる、夜更新してる夜やん、関係ない。まあ、でも夜ご飯にしちゃうとだいぶ用意せなかった。あー確かにねそうそう、夜でこれかいって言われちゃうかもしれないから、そう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 、ブランチでちょうどいいっていう。さあ、ということでですね、はい、これはですね、今回食べ物を選んでいいということだったので、はい、今回食べるのは将軍バーガーでーす。高級高級高級、自分の財布じゃ買わないや買わないよ、これは本当にね、買わないって。この間ね、頑張ってアイロンヘッドの辻と行ったのよ。あ、むっちゃうまいマジむっちゃうまい。でもやっぱその芸人にはさ、そのポンポン買えるようなな、はい、なんじゃないから、本格派。確かに確かに、あのなんか日向さんとアイロンヘッド辻さんラジオやってらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、それでよく2人でちょうど無限大来ることあるんです、うん、その延長で行ったみたいな感じ。そうそう、その延長で行った。なんかめちゃくちゃ外で食ってましたよねショーグバーガーの一番目立つテラスで外見ながら2人でこうやって街行く人全員に見せてそのテラスもなんかこうすっごい広いテラスを皆さん想像するかもしれないんですけど、マジ幅これくらいこれくらいですよね、もう背中ギリギリで これくらいのやつで食べてたということで、で、秋田さんに見つかってねなるほど、まあじゃあもうちょっとこちらね食べようぜ、食べたいんですが、こちらね、2個あります。ダダーダダー、何と何、これが手って書いてあるので手作りバーガーですね。わ、そらそうやろおもろいな手作りバーガーだね。じゃあこっちのチーは、こっちっていうのが、はい、みんなで作ってるんでチームバーガーです。チームバーガー、はい、こっちは僕一人なんや。こっちは一人ワンモペです。ワンモペと、うわ、どっちもいいね。ひなつさんどっちがいいですか、手っていうかチーズか。マジ、どっちがいい。いや、マジでもちょっと今回はひなたさんに好きなもの食べてほしいと思ったんで、じゃあ、うん、手でいくわ。あ、手で、そう、チー食べます。あ、前チー行きました。チームバーガー、じゃあ僕、今日は僕じゃあ今日チーいただきます。手作りバーガー食べます。はい。やったー。いただきまーす。じゃあここで、サムネタイム。サムネタイム。これは前代未聞のサムネイルっていうのは別で撮るものなんですが、はい、動画内でサムネタイムを設けます。サムネタイム。皆さん、この状態のがサムネになるんです。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあいただきまーす。いただきまーす。うめー、やばっ、うまっ、やばっめっちゃうまっ。めちゃくちゃ肉汁があってね、うん、めっちゃうまっ。なんかパンがもうバターの感じというか、そのふわふわですっごい美味しい。私去年
にさ、ハンバーガーの大会のなんかレポーターみたいなのしてんの。マジですか。え、バーガーキングってこと。バーガーレポーター。バーガーレポーターってこと。そう、それを、はい、この赤レンガ倉庫でやってたやつ、はいはいはい、やって、それの、これを作ってる方がいらっしゃるのね、将軍バーガー。ああ、はいはいはい。まあ、本当世界チャンピオンというか、あ、日本チャンピオンだって世界大会も行ってる人。ええー。その方とかとも一緒に仕事して、はいはいはい。で、審査員もしてはって。おうおう。で、私はそのリポーターですけど、審査してる人たちと楽屋が一緒だってやったの。ああ、はいはいはい。だから、こう楽屋に一緒にいて、ほんまにハンバーガーを1時間かけて作って、お題が出て、うん、はいはいはい、作ったやつを食べて、みんな戻って控え室で話し合うねんけど、はい、マジお笑いと一緒やった。え？なんかその人、これどこどこのバーガーは一口目の衝撃すごい、だからつかみ、はいはいはい、つかみ半端ないけど丸ごと1個食べれるかって言ったらしんどいですよね。お、そんな言うんだ。そう。とか、あとなんかこう最後にスモークの演出があったりするハンバーガーとかだと、はい、なんかこのやっぱ面白いけど、スモークすることによってなんか全ての本来の良さがちょっと薄れちゃって、だから演出めっちゃ面白いけどみたいな。あー、なるほどなるほど。ほんまにお笑いと全く違う。あー、よくありますよね、暗転した割に大したことなかったみたいな。やりたいことめっちゃわかるけど、わかるけど、まっすぐ行った方が、あー、確かに、なんか食べ、なんか後半面白くてみたいな感じがすごいの聞いてると思って。すごいっすね。そうそうそう、バーガー一つで、バーガー一つで、そっからよりバーガーが好きになった。バーガー好きなんですね。バーガー大好き。平田さんって何食べてるか、なんか誰も知らないんですよ。めっちゃミステリアスですもんね。そんなことないよ。バーガー大好き。うまい。平田さんって、自炊とかしてるのかな。めっちゃする。うん。私めっちゃするんですよ。なんか、平田さん、ちょっと、もし、な、一歩間違えて勘違いしたら、いや、日向さんはオーガニックしか食べないからとか、おしゃれな人、ね、うん、なんかそういうおしゃれな人ってなんかそう、なんていうんですか、見た目で飽き、はいはいはい、からず、なんか内側もなんかいや全然、うち豆腐ハンバーグもおんないと思ってるから。え、マジっすか。初めて豆腐ハンバーグを作って食べた時に、はい、なんか流行っとってたから、はい、食べてびっくりして、おもんな、なにこれ。いや、そう聞いたことない。おもんな、食べ物でおもんないっていうのみんなほんまになんか全然わからないお肉みたいな感じで言うから、うん、私はほんまにお肉と混ざるもんなんやと思った豆腐。あー、なるほどなるほど。そうしたら、まあほんまダイエット食やなって感じ。はー、味薄い女みたいな。豆腐ハンバーグってもう知ってるから、もう今は食べれるけど。あ、豆腐ハンバーグってこういうもんだよね、うん、こういうもんだって、ヘルシーだってわかるから、うん、初めての時は。まるでハンバーグって聞かされてたから、もんなどこがやねんどこがやねんって思っちゃった。それぐらい、その別にオーガニックとかも好きやけど、食べるのも好きやけど、こだわってないんですよ。あー、なんかだって一緒にご飯とか行ったことないですもんね。ほんまやな、めっちゃ喋るのにじゃん、うちらが。めっちゃ喋りますね、本当に、ね、時間忘れて喋ることがある。ずっと喋ってる。なんか刺身がお笑い好きすぎて、基本舞台袖で全員のネタ見てるんで、ネタの感想も言ってくれるし、あ、こうでしたねとか、うん、あとなんかお洋服の今日のこれはなかなかいいですねみたいなとか。服好きだからね。もうだ、まあ、結構僕楽屋とかで、うん、もうあの場所作んないようにしてて。ああ、自分の一定の、はい、自分の一定の場所作んないで、うんうん、いろんなところにこうやってこう回って、うんうん、いろんな人と喋るように、はいはいはい、結構してるんで。ただね、日向さんとこもその止まっちゃう。あ、すいませんすいません。いろいろ行こうと思ってたのに、回りなよ。もう This is Japan の吉田さんにたどり着かなかったんだから。ごめんなさい、止まっちゃって。でうちはさ、いろんなとこ行くようにして、その大阪組が増えたじゃないですか、はいはいはい、だからその友達を増やさないとダメなのに、うん、ちゃんと仲良くならないとライブとかにも支障がない。あ、確かにそうですね。だからあの前までは奥の楽屋に結構おることだったんだけど。確かに結構多くいたけど。でも最近はもう広場にずっと。最近めっちゃ広場いる。ずっと広場おるやん。あれもう誰がいつ喋りかけてもいいようにして。マジだって大宅さん、ネルソンさん、日向さんとかほんまにずっとあそこにおるようになった。あのソファーにいるのは。そう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 、あそこのソファーなかなかやっぱ嬉しいですもん。しかも日向さんがね、あの帰るときに
じゃあ帰ろうかなみたいな。そう、私報告するんですよ。皆さんに悲しいお知らせがあります。私もうすぐ帰ります。もういいよ、もう帰んなよみたいな。はい、もう帰って帰ってみたいな。そうそう。はい、帰ってみたいな。つって、もうじゃあね、じゃあねつって出てって。やっと帰ったよみたいな言うと、ちゃんと戻ってきてくれる。おい大丈夫だちゃんと戻ってきてくれるから。だから、帰る時間とか、その次の現場とかあったりするやん。はい、その劇場出なあかん、うん、10分15分前にそれ始めんの。ギリギリにやっちゃうと、それ戻ったりのくらいで遅刻しちゃうから。できなくなるから。もうそろそろやな、みたいな。もうそろそろやな、みたいな。皆さんにお知らせがあります。それで、お疲れ様でしたとか言われたら、ちょっと早めに着いちゃうかもしれない。みんな持ってくれないと早めに着いちゃう。なるほどね。これむずいな、これ喋って食べていいですよ、ひなたさんちょっと食べて、ね、いやでも本当にひなたさんに、うん、僕のとひなたさんの出会いというか、何ですけど、うん、過去でも一番ひなたさんとよく喋るようになったのが、うん、昔神保町花月っていうお芝居やってた劇場があって、今漫才劇場になったんですけど、もう本当に2週に一遍、うんうん、もうずっと新作のお芝居ずっとやるみたいなので、うん、なんか演技のワークショップみたいなのがあって、その当時、うん、これを受けてたらドラマとかそういうのの仕事がもらえますよっていう、なんか俳優班の吉本のにちょっとなんかちょっと顔出せるみたいなでやつの で一緒でそのワークショップのメンバーだけでお芝居やりますみたいな、うん、なった時にもう一番上が日向さんで、はい、で、まあ、その下にもう3年後輩とかで、まあ、僕らがちょっと中間ぐらいとか、うんうんうん、でやつでやっぱ日向さんがもうやっぱそのメンバーで座長だ、もうリーダーだから、はい、もうひなさんももうすっごいもう面白くて芝居もあーとか言って何しねーんとかもう突っ込んだりとかもで、もう全部元気だったんですよ、もう本当にもう来た時はおはようーから入ってもう帰ったのじゃねーみたいな、でダメ出しとか終わった後もなんかもうこれあれやなみたいな、もうすっごい名古屋だった、めっちゃ楽しい、嬉しいよ。でもう後輩とか芸人とかみんなひなさんが大好きで、嬉しい。で、一回その芝居の本番で、うん、こっち側から下手からはけて、はい、で日向さんが裏の楽屋を通って、うん、上手からこうやって次のシーンで出てくるみたいなのがあって、はいはいはい、で僕らとか出番がなかったから裏の楽屋行ったんですよ。でそれで日向さんが下手からこうやってはけて、でもこの芝居中のこの通る道の時も日向さんは元気だから、うん、あ、行くよーみたいな感じで、なんかもう、あーみたいな。これ聞こえてまうから。パンパンみたいな、スキップみたいな感じで、こう毎回通ってるんですよ。陽気にね。で、一回通ってたんですけど、その本番3日目ぐらいで、本番でこうやってピョンピョンって飛び跳ねてたら、なんか下になんかタオルが落ちてて、それにつまずいて、そのままなんか、ジョーダンみたいな感じで、こう、ビューンって飛んでって、ゴミ箱のところになんかガーンみたいな。で、なって、みんななんか、ってなったらもう動かなくて、で、あれやばいみたいな、ってなったら、バーッと立ってこう、なんか髪バーンみたいな感じでやってるのが、無言でさーッってなんか言って、それで、大丈夫って言われて、もうみんな心配になっちゃって、俺だけちょっとバカにしてたんですけど、それで真っ暗なんですよ。それで真っ暗で、で、まだ出る前、平野さんがね。で、そこ、暗転してが真っ暗で、で、こうやって、こう、パッて明転したら出てくるんですけど、パッて明転した時に、その明かりが漏れて、漏れた明かりに平野さんが腕をこうやって。早く失敗もう、本当に。本当に僕らに心配かけないように、もう地上に振る舞ってやってたけど、でもなんかそれの事件があってでなんかちょっとひなさんが芝居やった時に俺はいやちょっとあれやばくなかったみたいに言うけど周りに結構後輩が多くてそうあんまりいじったりする感じじゃなかった、うんうんうん、なんかなくてだなんかいじったりするのなんかあれかなみたいな感じになってたら次の日来たら本番始まる前にひなさんが楽屋のここのところをこうやって通ってここは走らないみたいな自分からいや大丈夫やねこれは、はい、これはちょっとお笑いしていいねみたいな感じでやってくれたんですよ。なんかこれはやっぱ姉さんだな姉さんじゃないですよ。でも女だけどすごーとか言うめっちゃ痛かったなあれやばかったっすねあれ恥ずかしいしなんか女性がゴミ箱に入って女性がゴミ箱入るのマジ恥ずいっすからマジ恥ずいもう一番先輩で今の言葉で言う変えるかマジ冷めた本当にコロナミンシーとか汚れなかったもうあーとか言ってなんなら先輩の芸人さんとか僕のちょい先輩ぐらいの先輩とかはもうひなさんのこと好きになっちゃってるなんかマジ可愛いとかやっぱめっちゃ可愛いわみたいな
げえわマジいいなとかめっちゃ言ってたけど、そのガゴーンってなった後なんかみんななんかかわいい嬉しいよ、うん、いい思い出だったな、いい思い出だったな、もうね